生涯を軸にして歴史書をまとめることができたら、きっと素晴らしい本になると思うんだ。であるか。でも私が野村画工より長生きできるとは限らない。そうだ、もしもの時は君が引き継いでくれないか。させるか。まったく怖いこと言うね、あなたは。まあそこが魅力でもあるんだが、それに暗殺が歴史を紡ぐことはない。私は勘弁させてもらいますよ。